マヌエラ・ヘンケルは、東ドイツ、ズール県、ノイハウス AM、レンウェグ出身のクロスカントリースキー選手。ヘンケルは、就学前の年齢から、競技会に、参加。1987年には、オーバーホーフの児童、青少年スポーツ学校、キンダー、ウントジャガンドスポートシュルに入学した。1993年には、 ドイツ連邦軍スポーツグループに所属し1994年から国際大会に出場。1994年のノルディックスキージュニア世界選手権では 5km4 位、15km9 位の成績を残した。2002年ソルトレークシティオリンピックではビオラバウアー、クラウディア・キュンツェル、エビザ・フケンバッハーと共に4、5km リレーで金メダルを獲得。 翌2003年のオルディックスキー世界選手権でも同じメンバーで金メダルを獲得した。クロスカントリースキーワールドカップでは2002から2003シーズンに総合12位となったのが最高、優勝はなく2位4回、3位4回となっている。2009から2010シーズン限りで現役を退いた。妹のアンドレア・ヘンケルはバイアスロンドイツ代表で、 ソルトレイクシティオリンピックで2個の金メダルを獲得するなど活躍している。ありがとうございます。